ございます。はい、始まりました。いいです、いいです、素晴らしい。なんか年々というかずっと疲れが最近多いですね、この後。あ、そうですか。この1回で結構疲れますか。この1回のせいでだいぶ疲れてると思います。やってまいりましたよ、この廃墟。いいですね。ここパックをなんで選んだの。チャパイプ、チャパイプ。さあ、これといえばこれなんてもう皆さん分かるでしょ。分かります。シンボルですからね、これ。本当にだから本当に通ってる人だったら分かるかもしれない、ね、分かると思うね。今日は、はい、ガーデン北与野店さんです。北与野といえばパイプでございますから、ね、これだから初登場じゃないですか。でもそうね、いつもここであんま撮らない。今日雨なんで。今日はすごいんだよ。今日すごいぞ。とんでもない台が皆さん出ました。今日やる台はゴッドイータートリプルバースト。出た出た出た。ついにしかも取れました。高額の初当たり確率、はい、539.2分の1。いや、すごい。最悪。まあそう思っちゃうでしょうね。ってことはもう最高なんですよ。最高なんですよ。だって539ってことはってことですね。そうそうそう、楽しみで前回まで取れなくて。そうだから 539.2分の1ってことは、じゃあ当たったらどうなんのって話だから。もうそれはもう皆さんにお話しします。方はね、はい、気づいて楽しみにしてください。逆に言うと今日当たんないこともある。あります。当たんない場合は大丈夫です。3週目に突入します。3週目5週ぐらいあるかもね、もしかしたら。もう当たるまでやるから、うん、これはもうごめんなさい、誰が何と言う。そうです、ガーデンが止めますよ。お見せしないといけない、うん、はい、もちろん2人で初当たり何回引けますよね。539はさ、まあ1、2回、2人でだから4回引けたら最高よ。そうですね、ぐらい。本当にどう頑張ってもそんぐらいでしょ。だからその1回の当たりをとにかく入れるしかないよね、あれにね。あれにね、あれに入れるしかない。バーストにね、すげえんだからマジで。あれもうやばいのよ本当に。そう、今日は金がかかりますね。金がかかるんです今日は。本当に539ってのは当たんないから。そうだって539よ。そうね、そう考えてたら。いやいや、もうあ、あれどうしたの。おー、おー、いいね。君も、君も低確率が好きなんだね。分かってきたね。素晴らしい、よかったよかった。いいいいいい、よかった。うん、絶対足りないからね。いやもうね、そう、絶対足りないから。あとで3秒ぐらい遅かったらもう怒ってた、ね、うん、危なかった。もうちょいだった、うん、やっぱね。これでも足んないって。もう絶対に足んない、自信はある。でもそれでも6にしようとかはないのね。そういう発想はないと。はい、オッケー。こっちも大人ですから。わかりました。いちいちね。じゃあそれならそれでね、これでもうやっておりますよ。やらせていただこう。じゃあ逆にあの出た時の取れ高を使わせませんから。はいはい、そっちがその気なら。はい、よし、今日はとんでもない出方する可能性あるからね。今日楽しみ、マジでちょっと楽しみですね今日は。ほんとね、ああ、天国と地獄、天国だってとんでもないことになります。まあ両方お見せできると思うんで。そうですね、はい、皆さんどっちフェチの方を見てください。ああ、確かに天国でも。そうか、地獄マニアの方もいらっしゃる。多いですか。そうです。どうぞどうぞ、ご飯をいっぱい食べてください。米を炊いてください。はい、皆さん。おかずはいりませんよ。いきますよ、319とさ、349っても変わんないと言ってるけど、539はさすがに変わるか。変わるでしょ。多分319と539はやっぱ違うよね。やっぱ、いやー怖いね今日は。だからトマシンとかマシノがヒリヒリしてるかもね。確かに。どうすんだ。もう久々に、うん、あれじゃない、質問コーナーとか出てくるんじゃない。なるほどね。あれ出始めたら終わりだから。あと尺調のコーナーみたいなね。あ、尺調のコーナーもありましたね。質問も来てないのに勝手に答えるという醜悪なコーナーありました。そういうのはもう大丈夫ですから、まあ、皆さんもやっぱいつ当たるんだというのをドキドキしながら見てほしいですね。539。いやいや、あんま流せないでしょ。そういうなんか切るでしょ。あとあれも入れていいよね多分。だってこう使われたイコールしばらくしたら当たるじゃん、やっぱパチンコ番組。そうですね、あれを騙してほしい。あ、確かに。使って当たらないっていうの。使ってちょっと時間飛んだらあれ当たるのかなとか思う。そう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 。でもそこでも当たんないっていう、ね、当たらないっていう、そういう変構成にしよう。今回は。そうそうそう。まあ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 、
行きましょう、行きましょう行きましょう、いやー楽しみ本当に。さあ来たー、さあ皆さん来ました、いいゴッドイータートリプルバーストでございます。トリプルバースト、スマパチですね。いや、いいですね、なんかさ、まずはカスタムでしょ、僕らおすすめカスタムにしよう、サキセグカスタム、これが先張りなんですけど、はいはい、白セグっていうのは白セグ、まあ、バレたこれここが白く光る、あこれか、そうでかでかいでしょ、うん、でこれがね光った 25%、 なるほどね、は白セグ、まあ、光りやすい、はい、でこの赤セグモード、これはねこっち赤く光ったら、はい、数字が、30とか40とか50とか出るんですけど、うガチ信頼となります。はあ、はい、一択ですね。そうやっぱり赤セグでね、おもろ打ちたいですよね。いやちょっと赤セグどんな音なんだよ、どんな音なんだよ、どんな音なんでしょうね、やばいよ、この先バレの信頼度は出てないの、この鳴った時点でいくらはないんだ、平均というか、それもガチ信頼度です。ああじゃあもう何で出るとかじゃないんだ。そうです、白は 25% でっていうのは、なるほどなるほど、固定ですけど、はい、って考えるとまあ多分赤 40% 以上あるよね。まあ赤のがね多分最低、赤のがなんないんでしょ多分、うん、だと思う。あー、来た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 よ、嘘だろおい、ね3つ目、あの3つ目最後じゃないやつ、この次、この次、これ60、こっからも上がる、でもこっから上がる可能性あるから、ちょっと待ってくれよ、はいこれ弱い、これだよな、弱いな。さあこれ 539.1/2 で当たった時に、おー何これ何これ、蝶本当だ、賛成といえば蝶、どうなのこれ、何これ、いやだもう試練与えないで、これでしょ、これこれこれ、お料理ミッション、あー上がってくのか、あーぶれた、何殲滅、頼む、いけいけどんどんいけ、最強のやつでいけば、うー行ってる行ってる行ってる、前回でもあるでしょこれ、先にダメダメダメだ、まだまだ強い、まだ強い、岡野さん、まだ強い、岡野さんだ、ほねあー岡野さんだ、岡野さんだ、岡野60ね、うわ弱そう、このお姉ちゃん弱いやつだよね確か、エレン30%とか、そんなもん、あ結合崩壊バトル3ついったらもうえらいことよ、10は強いの、分かんない、弱い、絶対弱いよね、まだレベル1だからね、これレベル3とかやらない、85% かなんかだよな、岡野さん、ちょっと待って、めっちゃあっさりしてんだこれ、多分めっちゃお値だ、頼む、いけいけいけ、もういっちゃえ、うわー強っ、めっちゃあっさりしてる、いいね、こっからは、こっから、あー早い、早いね、いいね、あっさりしてる、だいぶあっさりしてるね、悔しさが少ない、あーまた来ると思うとドキドキしちゃうな、あチャージだ、もうチャージ引いたよ、314、こっから上がることもあるでしょ、だってたまにあるらしいですね、まあ、超薄いだろうけど、本当に100分の1とかじゃない、多分なんか赤がいたらみたいな、なんかそんなんだったよね、まあね、さすがにチャージか、はい上がらず、はいまず1回目、嫌ですね、嫌ですね、319だったらもう当たり引いてたんだ、今日は飯食えねえかもな、焼肉ですか、あー焼肉だ、北与野といえばね、そうだやべえ、普通の飯だったらいいけど焼肉嫌だ、前回も焼肉食べれてないんですよ、本当だわ、でもこれに至ってはさ結構食えないよね、これはね、あと今日はそんな時間が多分ないからな、まあ普通にだから食いに行っちゃうっていう手はありますよ、その、そうだな、普通に飯として、だってそもそもさ、ね、その労働基準法違反だもんな、そうそうそう、飯食えないって、飯を食えないなんてね、お前ら取れ高ねえから飯食えないみたいなさ、いつも今思ったら受け入れてるけどさ、そうおかしいよな、おかしい、やっぱり普通の企業だとしたら、そうですよ、別に仕事やできてもできなくても飯は出るんだから、お前昼飯なしな今日1時間みんな休むけどみたいな、いやいや多分江戸時代とかでもなかったんじゃない、いやないわ、これ皆さん老期の方いますか見てたら今日は絶対食います、飯は誰だって食う権利あるんだ、絶対食う、
システムをまだ説明しなかったですね。まあ初当たりはね、はい、散々言ってますけど、はい、539.2分の1と、はい、じゃあそれ当たったらどうなんのって話ですよ。はいはいはい、はい、当たったらですね、まずラッシュか確変か、うん、ジャッジメントいきます。はいはい、でラッシュか確変か、ラッシュか間髪か食べるよ。違う違う違う、放射器を当てたところで全部確変いくわけじゃありません。はいはい、単発もあります。はい、で、539のうちの 64% で確変です。はいはいはい、残りの 36% 引いちゃうと結構あんのよね、単発。あ、終わり。じゃあなんでそんな厳しいの。はい、厳しすぎる、厳しすぎるじゃないですか、539当てたのに。はい、じゃあその 64% 取れた場合、そこです。まず 50% で 80% 計測のラッシュ1回、うん、きついて。残りの 50% のうち、はいはい、39% で 80% 計測オール1500発のラッシュ、はいはい、2回、はい、ってことは 80% が1回終わってももう1発あるってことですか。そうです、ラッシュをストックするということです。すごいね。そしてすごいわ、さらに、はい、残り 11%、はいはい、539の 64% での確変引いて、うん、はい、さらに 11% 取った場合、はいはい、その 80% 系とオール1500発のラッシュが、はいはいはい、3回2回終わってももう一発ある。もう一発ある。これに寄ってんだ全て。これがトリプルバーストと。 やばいよ 11% って、まあ現実的ではあるからね。そうです、意外と。でラッシュはもう1回転で当たりますから。はいはいはい、で 80% で、継続、うん、20% で終わり、ラッシュ終了で継続の場合はオール1500。そうです、やばいね。やばいです、いいね。間違いなく原告最強。いや最強、そりゃそうだよな。ラッシュがだって3つストックされるっていう。いや、そのさ、最初のストック消費してない時もやばいだろうね。やばいっす、ワクワク。お願いします、2枚目。あれ2枚目、2枚目、まだ打って1時間ぐらいなのよ。弱っ。30だ、でもこっから上がるかも。頑張れ頑張れ。あー、うわ弱っ。30だ、30。あー、もうやっぱこの信頼度いいっすよね、やっぱ。いや、いい。あ、来た、やばい、たまない。あ、チャージだ、たまない。ええ、たまない、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、助けて、どうしよう、やばい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 、ちょっと待ってくれ、ほんと、ほんとに、ごめんごめんごめんなさい、ちょっと待って、おい、ちょっと待って、呼び出しをしてもらう、違う違う、おい、ほんとにやめてくれ、マジでちょっとごめん。いや、だからこれ本当に V とかだったらやばかった。ほんとにごめん、 V パンしてるからね、これ。大丈夫、終わんねえな、これ。あ、これだからもう別に V とかじゃないから大丈夫なやつだ。いや、焦りますね。あ、さすがに僕らもなんか抜こうとしてたね。いや、抜こうとしてたんですけどでももう間に合わないと思って、もう、いや、遅刻って。あるの、おー、いやー、でもでもよし、本当に。いや、また10だ。あー、もうきつい。まあ1はね、あ、1いける、1はいける。でももう1で限界、まあ、本当にご飯も食べれなくなっちゃう、これで。5000円さっき入れたんで、さっきね、5000円ずつ。また5000円で来たよ、来た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 、3個目、もう4回目なのよ、頼む、マジで。うわ、40。まあでもガチ40だったし。あ、上がってる、上がってる、70、80、80、金じゃん、金金、これは大丈夫、すごい、80、上がる、やばっ。来た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 、財布しまう、いや、もういいわ、これ金券あんじゃない。うん、あるある、神系。みんな落ち着いて、みんな落ち着いて、80あるよ。あ、539で、539激圧、激圧。ちょっと待って、539なのよ、539よ、これやばいよ、やばいって。ついに俺、いやいやいや、やばいやばいやばい、いや、これやばいな。ていうか、もうこれ外せないやつだからね、絶対やばい、これ。わ、逆に外れ、こっからでしょ、これ絶対復活だ、こっから。そうそう、何これ、この、何これ、超強そうじゃん、ケンシロウみたいな、何これ、女ケンシロウみたいな、女ケンシロウ、女ケンシロウだ、龍拳みたいな出てき方してた今最初影でね、手が、え、なんだ、かわいそうに、どうした。だってこれ外れからのやつよ、これ。
外れから発展したやつでしょこれ。でもさこんなリーチないでしょだって。でもさ振り返ってる人生を。これ外れたら俺結構やばいんだけどねえ。え、いや怖い、弱くない、もうこれで終わり。おお、なにこれ、一撃破壊、破壊、おすげえ、ゴーサンキュー、ゴーサンキュー当てた、おお、すげえ。ただ皆さん超嬉しいけどこの後なんですよ。ゴーサンキューだ、うわー、64% ですか。 64% です。もうとにかく 64% です。そうそう、うん、だからカウントダウン 3-2-1 が、はい、まず青でも当たり、ノーマルが緑ね。そう、緑以外やったらもう熱い、もう緑が弱いのね。緑だけ 43% 赤だったら 87.5 青だったら当たり。あと無音とかもあるんだよね。そう、あそこより楽しいぞ、あの国よりあの国より、あの国より楽しい、あの東南アジアのあの国より、あの国、この島国ジパングが一番楽しいってことっすか。そう、あ、やばいやばい、うわ、悪いやつさあ来るよ。決めて決めて決めて、あああ、金色、金だ、金色、大丈夫、当たった、これ3金だ、ちょ待って、すげえ、ちょ待って、当たった当たった当たったけど、これ何個、1個か分かんない分かんない、 W とかなるか、こっからこっから、ここでまずダブルの煽りが、ダブルの煽りが来るよね、来た来た、でこれダブルの煽りがバーンってなったら2個で、やめて、でプチュンってなったら3個1個いい子だ。いや、しょうがないしょうがない、全然いいよ、違和感、一線、違和感、絶対違和感、バランスか、紙告知か、赤か、え、何、バランス、ノーマルか、紙告知出たら熱いか、赤熱いか、え、これもう始まってんの、これも始まってんだ、1回転だからもう、あ、そうか、一回転で決まるからね。どっか違和感ね。違和感ってもう分かんない、これ元知らないから違和感分かんない、初めてだから分かんない、やめれよかった、一回目だから、分かった分かった分かった、違和感元知らないから分かんない、今あったのどっか違和感、あ、教えてくれるよね確かね、あ、そうなんですか、教えてくれるよ今どこ、さあ何だったんだ違和感は、カウントダウンの音が違ってた、いやだから分かんない、1回目だから音知らねえから、音分かんないのよ、あ、違和感面白いなここか、なるほどね、ここで今のところね、さあ違和感、さあ元知らないぞ、何にも何にも違和感ない、何もないね、多分違和感ない、これやばい、あ、やば、え、ここで最後ラストチャンス、あるある、まだ全然ある、これは違和感は、わかんない、なんもない、元は、元は分かんない、教えて、元わかんない、うん、元はいや、やばいでしょ、緑は絶対緑やばいよ、うわー、やべー、あるある、最後ラスト、ラスト、違和感はここもう違和感とかじゃない、もう違和感だ、これもうこれ、いやいやこれ変だ、これもう違和感とかじゃない、あ、赤いがか、これやばい、絶対終わった、金まで、あ、もう絶対終わった、もうやばい、もうやば、キモーレ、え、2連、え、キモ、終わり、ああ、キモ、終わりだ、これ違和感じゃない、違うでしょ、違うでしょ、違和感じゃないよ、もう終わってんのよ、右はもうあれ違和感じゃない、あの先生あれ皆さん、気をつけてください、違和感は元を知らないと分かりません、分からないです、ただあの W のとこやばいな、あれあれやばいね、あれやばい、あそこ W バーンってきたら2 でバーンってきて1秒ぐらい2秒でピチュンで3、あそこやばい、あそこやばいっすね、トリプルバーストを取るには、ね、やっぱハラミとか食べないとダメかもね、
ハラミで。ハラミでね。ミとか。味噌だれとかね。ミノとかね。ミノね。あ、ミノハラミセット食べよう。皆さんね、今日珍しくおじが3人。あ、そうだ。午前は2人だったんですよ。ええ。コアとポリ。午後からヤサが合流して3になる。トリプルバーストになった、おじが。どういう意味なの？なんで3人来るの？おじが。おじのトリプルバースト。ちょっと今回はやっぱ皆さん特別に、トリプルバースト出なかったらおじ3人並べて、はいはい、モザイク外しましょう。最悪ね。最悪。だからもうトリプルバーストか、もうおじプルバーストか、おじプル、どっちかは見せます。どちらかはもう、うん、なるべくトリプルバースト見せますけど、あのおじプルバーストになったらごめんなさい。おじプルエンディングで3人並べて極限まで薄くモザイクを。そうね、結合限界ってことで。そうそうそう、だから結合していただいて見せますから、皆さんちょっとご安心ください。そこはおじの結合限界が見れます。いやでも岡野さんなんとか、まあね、すごいっすよ、539当てて引きましたね。いや嬉しい。やっぱでもやってみて思うけど、やっぱ違いますよね、リーチの重みが。本当に80行った時のあの高揚感というか。いやさ、そうでしょう、うん、ちょっと忘れてたわ正直。ダブルを絶対引きたいね。というかダブルでもまくれるかもしれない、ね、まくれるまくれる正直。なんなら多分シングルでもいけるよ、まあまあまあ、80% のあれは。あとあのちょんとバレてください、とにかく。あなた今荒紙チャージを今3回引いた方なんですよ、はい、すごいんですけど。荒紙チャージさ3回引いてるんですけど、うん、1回もバレてないです。そうなんです。まあでも白に変えましたから。ハラミ絶対入れますんで皆さん。そう、3入れてからの私を見てください。バレーみたいな食った方がいいんじゃない。レバー。ああ、バレー、レバー。俺レバー食えない。じゃあ食おう、食おう。いや俺食えないね、レバー。レバー逆さにして食おう。いや、あ、違法ってこと。違うよ、違法レバー。ひっくり返りレバーじゃないよ。違法だったら食えんのよ。違法大好きだから。やばいやばいやばい、こいつもう終わり。でももう法律変わっちゃってさ、もう、そうダメよ。もうそっからはだから食えてないの。でもレバーってさ、そうか、先バレの効果があるんだ。先バレってことは先にレバー食えってことじゃない。そう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 。だからまずレバー食ってからカルビとか食えっていうことでしょ。ってことない、ね、だから先レバー、先レバー食って。お前だってならないんだから食えって。もう好き嫌いで食えないで。1枚だけ、1枚だけ人のもらう。1枚だけ、1枚だけ食ってみよう。1枚だけ、ね、食ってない、だいぶあんま食ってない。確かに1枚だけじゃ先に行こう。みんなで1人前頼んで、頼んで、みんなで1枚ずつ食うじゃん。いやそうそう、先レバー、先レバー作戦。2人でごめんなさい、下だけやって、で後で合成でいいよ。合成、あのいやもう味わいたいよ。早く味わってくれよ。もぐらさん発表があるんですよね。はい、